どうも、あいちです。今回はですね、高校受験を控えている中3生、特に都道府県立、公立を第一志望にしている方向けに話をしていきます。で、だいたいあと1ヶ月ぐらいですかね。で、その本番の入試が来ると思うんですけど、その1ヶ月間、何をしたらいいのっていう話ですね。何を大事にしたらいいのっていうのを主に今回話していきます。で、まず第1がですね、キーワードメンタルなんですけど、これは受験本番の時にメンタルを安定させられてるかどうか。だからこの1ヶ月間でそのメンタルを安定させるっていうところを意識してほしいんです。受験本番ね、まあ、イメージしてもらったら分かりやすいと思うんですけど、第1、まあみんな焦ってるよ。みんな焦ってるし不安はあるんだけど、ああ、不安だけど、でもやる気ないよね。いけるよ。私なら頑張ってきたし、って思ってる人と、ああ、どうせダメだよな。またやらかすんじゃないかな。特にも私立で、滑り止め受けた時にうまくいかなかった方とかね、ああ、またダメなんじゃないかな、とかって思ってると、うまくいかないんだよね。本当にこの差ってすごい出てしまう。だから、この1ヶ月、とにかく自分の気持ちを安定させるために動いてほしい。でも、具体的に何すりゃいいのって話じゃんか。そうすると、まあ一番やりやすいのは、自分が勉強するじゃないですか。勉強したことで、それが身についてるっていう実感を自分に与えてあげるような勉強をしてあげるの。例えば、昨日学問やりましたと。その学問やったことできなかったもんであるでしょ。それが翌日、ちゃんとできるようになってたら、確実に1個レベルが上がってるじゃないですか。そういう風に、あ、ちゃんとできるようになってること増えてるんだね。私、頑張ってるよねって認めてあげれるかどうか。これ一番シンプルでやりやすいです。で、あともう一個は、これは人によって違うんですけど、自分がどういった時にメンタルが、なんだろう、ぐらつくというか、危なくなるか、落ちちゃう気持ちが、落ちてしまうのかっていうのを把握しとくといいです。例えばこれは、他の頑張ってる人、他の人が頑張れてるのに自分がダメだと、他と比べて落ちてしまうのか、ただ単に自分で考え込んで落ちてしまうのか、いろんなタイプがあると思います。その自分が落ちてしまうパターンを知っておくと、その落とし穴に落ちないようにすることはできる。落ちちゃうかもしれないけど、でも落ちた時に先に知っておけば、落ちた時こういう風にすればまあ立ち直りやすいかな、こう考えてたらいいかなっていう対処法も先に考えられるので、自分が落ちちゃいけない落とし穴っていうのをぜひ把握しておいてください。で、二つ目は、これは勉強する内容なんですが、まず、基礎がある程度固まってると思う方、特にまあちょっとレベルが高いところを目指す方なんかは、過去問だったり、難しい問題集だったりで、初見の問題をいっぱいやるといいです。初見の問題、初めて出会う問題です。で、まあ初めて出会う問題っていうのは当然、解ける問題と解けない問題が出会いますけど、解ける問題、もちろん大事ですよ。でも、解ける問題っていうのは確認だけなので、そのレベルが上がらないんですよね。まあ、上がらないって言い方は極端になりますけども、上がらないほとんど。でも、やっぱりできない問題に出会うことによって、それをできるようにするからレベルが上がるんです。で、それは特に基礎が固まってる方っていうのは難しい問題やった時に、できない問題の方が少なくなってきます。だから、できない問題に出会わなきゃいけないの。で、それを出会ったらラッキーって自分のレベル上げるチャンスだからね。へこんでる場合じゃないよ。うわ、できなかった。そんなもん思わなくていいから。レベル上げるチャンスなんだから、それをできるようにする。そうやって一個ずつレベルを上げてってください。で、まだ基礎がちょっと固まってないなとか、勉強全体的に自信がない方なんかは、単元を絞るべきです。もちろん基礎固めっていうところのキーワードは変わらないですけど、単元は絞った方がいい。あれもこれもっていう風に思わない方がいいです。で、なぜかっていうと、例えばみんながね、今できない苦手単元とか苦手な勉強を思い浮かべてください。それがいっぱい思いついた時に、それを順序立てて勉強計画立てれますかっていう話なの。あれやってこれやって次にこれやってこうやれば勉強の効率いいよねって思いつくんだったら OK なんですけど、大体の方がいろんなことが思いつきすぎて、もうどうしよう、何やったらいいか分かんないってなっちゃうのね。で、動けなくなっちゃうんですよ。で、そうすると、あと1ヶ月がないの。もう、時間がないんです。その悩んでる時間がもったいないから、もう、これって決めるの。この単元やろうって。決めたら、そこを、基礎からでも応用からでも構わないんで、そこを徹底的にやりましょう。で、できるんだったら、これちょっと他の先生とかの力も借りなきゃいけなくなるかもしれないんですけど、その基礎問題やって、ある程度できたら、受験の問題、受験で実際出た問題とかのその単元のやつをやったらいいです。そうすると、あ、ここまで受験で通用するぐらいまでできてるじゃん、私、OK、じゃあ次行こっかな、みたいな感じにやった方が、まあ実際その単元が受験出なかったら外れになっちゃうんですけど、でも薄く広くやるよりは、一個に絞ってガッてやってしまった方が、実際出た時にはがっつり得点が取れるんで、そういう風に勉強した方がいいかなと個人的には思います。ただ、やっててやってないことが多くて不安になるっていうんだったら、広く浅くでも構いません。勉強方法に絶対はないので、こうやんなきゃダメだよとは言わないんですけど、一個の勉強例としてぜひ参考にしてみてください。